はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきましてありがとうございます。陶磁器工房キラクです。今日はですね、ゴブレットを作ってみたいと思うんですね。でゴブレットって何って思う方も結構いると思うんですけど、まあ、簡単に言うとワイングラスみたいなやつ、まあ、ワイングラスって結構足がこう細長いので、ちょっとあれは極端なんですけど、器の下がこう細くなってですね、その下に土台がついてるっていうような形の、器を作ってみたいと思います。で、分かりやすく言うと優勝カップみたいな感じですかね。優勝トロフィー、下が細くなってますよね。あれ、取っ手つけると多分ゴブレットあんな感じになりますんで、そんなのを作ってみたいと思います。で結構ですね、このゴブレットってね、見てるよりもね、作るの結構難しいんですよ。なのでちょっとその辺参考にしてもらえるといいかなと思いますんで、ぜひ見てみてください。でこのチャンネルはですね、陶芸について、こんな風に作りますよとかですね、こういう風にやるとやりやすいですよっていうのをちょっと紹介してますので、ぜひチャンネル登録の方もしていただいてですね、必要なくご覧いただければと思います。それではご覧ください。はい、それではですね、今日は電動ろくろでゴブレットを作ってみたいと思います。で結構ねゴブレットって作るの難しいので、ちょっと参考にしてもらうといいかなと思うんですね。で使う道具ですね、桶に水張ってスポンジと糸と革ですね。それではちょっと一回作ってみます。まずはしっかり土殺しをしましょう。で今回そのゴブレットを作る時の土殺しのポイントは、いつもより若干細めに作りますね。でなんで細めかっていうと、ゴブレットって下の部分がこうやって細くなってるんですよね。なので、後から細くするの大変なので、少し気持ちいつもよりは細めに作っておきますね。まずは上の部分作ります。下の穴掘ってまずは上に伸ばしますよね。でいつもこう下にくびれ作ってますよね。でこれはこれでいいと思うんですね。ただゴブレットなので、もう一個ね下にこうくびれを作っちゃいます。そうすると今見てもらうと、ここが器の本体ですよね。でここが足になる部分で、ここが切る位置、こういうふうに自分で分かるようになると思いますので、最初にある程度こう見込みをつけておいてあげた方が多分作りやすいと思うんですね。そしたらまずね、本体を伸ばしていきましょう。若干左手を強めに挟んであげると粘土がこうやって上に上がってきますね。でこれを右手を強くやっちゃうと、どん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 広がっていっちゃいますので、まずは広げずに上に上に伸ばしていきましょう。あとは焼くとやっぱちっちゃくなりますんでね、少し自分がどれぐらいの量を飲むのかっていうのを見ながら大きさを決めていってもらうといいと思うんですね。である程度今伸びましたよね。でこの時点でまだ細かい形は決めなくていいと思います。下の部分をこれから細くしなきゃいけないので、その下の部分ある程度細く絞ってから上の形作ってあげた方がやりやすいと思うんですよね。いきなり上作った後に下やると上は多分歪みますんでね。でまず切る位置作りますね。でゴブレットのこの細いところを作るとき、こういうふうに、ね、指先でこうやって絞っていきますね。でこれね結構難しいんですよ。結構ね揺れてきますんで、こうなるべく揺れないように揺れないように。でどこまでこうここを細くするかなんですよね。でワイングラスみたいに細い場合はもうね、作り方として後付けの方がいいですね。削るときに、削った後にくっつけてあげる方がいいと思います。でそこまでこう細く長くないやつは、今みたいにこうやって絞っていくとだん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 こう細くなってきますんで、それで、形を決めていってあげる感じですね。であとですね、こう絞っていくとどうしてもね、器を上から見た時に下が細くなるんですね。でもそれはねしょうがないと思いますんで、また作ってる途中でこうやって下から少し伸ばしてあげると、ここら辺の厚みがそのすっきりしますんでね。作ってる最中にそれが微調整を繰り返していく感じです。でまたもうちょっと絞りましょう。でここもね、絞らす時にですよ、水つけないとですね、粘土ねじ切れちゃいますんで、しっかりこう滑らせながら形を決めていってもらうといいかなと思いますね。であともしこう熱くなっちゃったら、削る時になんとかすりゃいいので、今の時点でこうその厚みを極限まで薄くするっていう風にしなくてもいいと思うんですよね。よいしょ、こんなもんですよね。であとここの土台の部分の大きさは削りで調整した方がいいと思います。今の段階でこう弓とかで切ってもいいんですけど、そこまでしなくても削りでやった方が楽だと思うので、あとはちょっとこう模様だけつけておきましょうかね。これも削りでこう模様つけてもいいと思うんですけど、やりやすいタイミングで
やってもらったらいいかなと思いますね。もう一回ちょっと胴体の形をきれいにしましょう。でこの時ですね、胴体いじるのがなんで難しくなるかっていうと、ここがすごくくびれてますよね。なので下の支えが弱いので、上がこう形変えようと思うと、ここから結構根元からグラグラしちゃうんですよね。なので結構ね、このゴブレットってこの辺が難しいところなんですよね。なのでしっかりこう上の部分はですね、滑らせながらゆっくりゆっくりこうやってもらうといいと思いますね。どうでしょう、こんな形だとちょっと品がありますかね。まあ、品がある感じの方がなんかかっこいいですよね。じゃあ革やりましょう。そしたら今度切る位置作ります。で最初に作った下のくびれ、ここはねずっと変わんないんですよね。切る位置はあくまでもここなので、ここを下差し指でこうギューッと押していきますね。あとまあせっかくなんで、この下の部分もきれいにしましょうかね。革でこうやってあげる感じですね。どうでしょう、なんかかっこよくなりましたかね。ちょっと下でかすぎましたかね。そしたらね、一番下で切ります。そうすると持つときにここの一番下から持てるので、こうなんていうんですかね、台座が歪んでないですよね。この台座のとこの縁持っちゃうと歪むと思いますので、台座のさらに下の部分に切る位置を作って、そこから持ってあげるといいかなと思いますね。よいしょ。一応今作ったのがこんな感じですね。やっぱちょっと外してみると若干雰囲気変わりますよね。ちょっと大きいかもですね、下がですね。なのでここはまあ削りで調整して、まあ好みのデザインにしてもらうといいかなと思います。まあ、こんな感じでゴブレットとか作ってもらうと作品の幅が広がりますので、皆さんもぜひやってみてください。